ューズボイスアクターズチャンネル、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、前田香織です。そしてこんにちは、こんばんは、おはよう、久野水玲です。おはよう、小泉萌香です。お願いします。イエーイ。ってことで、何この状況、何ですか、何ですかこれは。今回は、声優さんのあるあるトーク、第2弾。はい、前回は収録編ということだったんですけど、はい、今回は楽屋。今回は普通にやってもやっぱり面白くないと思うので、カタカナを言ったら叩いてください。出た、そういうの。あ、だからこれ叩いてかぶってじゃんけんぽんですね。そうです。あ、容量は一緒。はい、ということ、これは？これはカタカナ言っちゃったなと思ったら水からかぶってください。あ、守れるんだ。そういうこと？ってこと？かぶり方。本当に、雨受けてる人みたいな。守れないよ、それじゃ。ポンポン。そう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 。あ、じゃあ逆にこうの方がいいのか。あ、ね、じゃないと。いけるよ。いけるよ。じゃあ、こうしとこう、こうしとこう。こうしとこう。お願いします。もう喋ってはいけないんですね。まあ、じゃあ同じ行くわ。あれは男でしょ。ということで、やっぱ楽屋でめちゃくちゃあるのが、イベントとかで。うわぁやばい、ちょっと待って、弱いかもしれない。ちょっと楽しい。いや、こいつの存在って一回も作れないのに。ちょっと待って、すごい、気づいてる。頑張って、こいつが私を守ってくれる。続きからどうぞ。声優の、その催しとかで頑張って、その催しを作り上げたってことで、お弁当がすごい豪華なことが多いんですよ。お肉とか、あと果物そういうのお弁当のこととかって何でいいっけ。お弁当は食べ物ですね。食料仕方ねえぞ。で、それを食べるときにめっちゃあるのが、そういうすごく豪華なお弁当が出るときほど食べる時間がない。買ったりとか、そう、15分で支度しなくちゃいけないみたいなときに、そのメイクさんと言って、よし、わかんなかった。なんて言ったらいいの。やばい。なんて言ったらいいんだろう。難しくない。お顔作ってくださるかな。床屋さんじゃないもんね。髪の毛違うね。カオリンとちょっと被るとこはね、あるんですけど、自分の時間が足りないよね。カモさん、お顔を作ってくださる方は別にいるけど、私は終わったらもうすぐにお化粧を落としたいタイプだから。ああ、いるよね、すぐ落とす人と。すぐ落とす。そう、落とさずに。何が？落とすタイプ。はい。気づかなかった。私はやばいやつ。普通に聞き入っちゃった。どっちかっていうと、お写真を撮るのもやっぱ大事だけどさ、人
人々のつながりごとに、ね、お化粧、あ、お顔を作ってくださる方も違かったりするから、うん、そうね、そう、もう全てがパタパタしてるからさパタ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 カタカナだよ。パタパタってカタカナなの？え、逆にひらがななのあれ？え、擬音もダメなの？日本のものだよ、擬音って。じゃあちょっとひらがなでバタバタ。じゃあひらがなもありってことで、じゃあ一旦、一旦じゃなし、なし。バタバタしてるから。ひらがなっぽくじゃ色大きいでしょ。ひらがなっぽくバタバタしてる。バタバタしてるからね。そうね。そうね、もっとそういう日は気持ちはわかるんだけどね。余裕を持った時間配分にね、してほしいなって思います。あるよね。ナイスファイト。めっちゃ緊張するな。しょ。なんだよ、なんだよ。北九州 VS 尼崎。おいおい。強そう。チアマル。チアマジャマル。上行くぞ。では、そうですね。まあ楽屋ということで、まあなんかいつ面じゃないけど、なんか面。いつものなんかずっとやってるさ、あの生放送だったりさ、うん、番組の楽屋とかさ、みんな知ってるからさ、うん、なんかすごい心がさ、なんかうんうんって感じじゃん。なんてなんて今のは違う、うんうんだから。ね、ひらがな丸いところ、ひらがな、こうひらがなひらがなだね。初めての現場とかでさ、めっちゃ緊張する。緊張するね。そうで、なんかさ、結構出演者のこととかさ、めっちゃ調べたりしない？する。なんか同じ共演するこの方はみたいな。あの、百科事典をよく見る。百科調べて。そうだね。百科事典。あの、ウィキペディアで、あの、よく、ウィキペディアでよく、調べを。させていただいて、そうやるじゃん、調べてさ、この方これ、あ、いるほど、これ好きなんだ、普通のものとかあったらさ、嬉しいよね。で、なんかお話がさ、なんかワクワク今のは違うよね、今のはひらがなっぽく言って、ひらがなっぽく言って、ひらがなっぽく言って、ワクワクというか、ときめきみたいな、ときめきなんだとかな、ひらがな楽しくさ、なんか、ね、ラッキー、愛、愛の話できるじゃん。なんか、要は、そうだよね、っていうこと。もう一声。もっともっと聞きたい。楽屋の裏話。聞きたいなぁ。そうだなぁ。こう、ちょっと聞けるまでちょっとさ、すごいさ、ドキドキするじゃん。けど、あ、ドキドキするじゃん。ドキドキね。ドキドキ。ドキドキする。するじゃん。ドキドキ。けど、ちょっとなんか、心をさ、なんかちょっと開いてから、心の扉パカーン、キャーパカーン、ポカ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 ン、どうすよ、ポカン心の扉、パカーンってあー、ひらがな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 、すごくなんか素敵だよねってね、楽しいよねっていうお話でした。面白かったね。うん、疲れた。また何々編でお会いしましょう。またやるのか。またやるの。またやるのかこれ。ということでチャンネル登録とそして高評価。うん、ツイッターでねアミゴ CH で感想もぜひお待ちしているのでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではまた次回のあるある話でお会いしましょう。またねー。またねはい、OK です。ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。全然気づかなかった。